声優っていうものに対して、なんか何ですかね、努力っていうものを特にしてないんですよね。だからいかに人と違う感覚を持てるかとか、いかに素晴らしい経験ができたとか、いかになんか自分が心ときめいたものに対して反応できたかとか、というものが引き出しの中にすごいしまわれてって、それが逆に僕は武器になると思うので、行きたいとこあったらすぐ行くとか、やりたいことがあったらすぐやるとか、そういうことが僕は直結すると思ってるので、はい、なのでボイトレとかしてないです、レギュラーがかなり長いこと一緒だったもんで、はい、まあ、あとまあそうですね、デビューぐらいから、ね、知ってるような仲なので、ちょっと下、あの年は彼の方が下なんですけど、はい、まあね、彼もいろんな出身とかも特殊だったりするので、まあだからその他の、ね、人も見てやっぱ多種多様なんだなと思って、あんまり僕が思うのは、その夢っていうものにあんまりこうしがみつきすぎない方がいいのかなっていうのはちょっと思いますね。なんか、はい、夢ってね、自分でこう具現化しようとすればするほどすごい高いハードルみたいにも逆になっちゃうので、なんとなくやりたいみたいな感じのぐらいの楽しいことであってほしい。なんかそれが自分にとってプレッシャーになったり、なんかそれを超えられない自分の不甲斐なさとかになってしまうと、一気に逆に諸刃の刃みたいになっちゃうので、なんかこう楽しみつつ、うん、夢に向かっていければいいなっていう、そういうほんわかしたものであってほしい。夢を夢で終わらせない。